シーベリンガー通りアントンカラス様、飛行機のチケットは届きましたか？11月12日に乗ってください。ロンドンのジャーナリストがあなたをインタビューするために手ぐすね引いて待っています。高級クラブのエンプレスも出演契約を結びたがっていますが、どうしますか？血だらけの楽器はもちろん携えてきてください。あなたのキャロル&ペネロープ。アントンカラス様、あなたのまたとない協力のおかげで第三の男は第3回カンヌ映画祭でグランプリを授けられました。深い尊敬と愛を込めて、永久にあなたの友、キャロル・リード。今夜のこのドラマの主人公アントン・カラスは今なお健在です。 NHK では去年の暮れ、ウィーンでこのアントン・カラスにインタビューを行いました。その時のテープを再生してみたいと思います。まずカラスさん、あなたにとってキャロル・リードはどんな存在でした？フィルミファカロル・リードアレスすべてにDas hat meine ganze Familie, kann das gar nicht aufwiegen, was Carol Reed für mich war. Niemand. Auf der ganzen Welt. 世界中に誰もいないほど、カロリーは彼にとって全てだった。Auch heute noch. 今も、今でもまだそうだ。Es gibt keinen Ersatz für ihn, für mich nicht. カロリーに変わるような人というのは誰もいないと、家族でもいないと。Carol Reed.Zu mir. Er konnte kein Wort Deutsch. Ich konnte kein Wort Englisch. Und wir haben uns besser verstanden als wir Vater und so. Und それにもかかわらず、父と息子よりももっと理解し合った。Und wenn das alles nicht geklappt hat, dann hat es mit dem Spielen geklappt. Dann muss man so musikalisch. Wenn man die Worte nicht verstanden hat, dann hat man mit der Musik geklappt.実はあの今夜のスタジオには、今夜のこのドラマの元になりました滅びの北足、あれをお書きになりました郡司貞則さんに来ていただいております。郡司さんはもちろんもう何度もアントン・カラス自身にお会いになったわけですけれども、はい、現在のこのカラスの声をお聞きになりまして、どんな感想をお持ちになりますか？そうですね、しわがれ声が非常に懐かしいです。なるほど。それとまあやはりちょっと衰えたなという口調がですね、感じがしましたね。もう80に近いわけですからね。はい、さあそれでは一体アントン・カラスにとってハリー・ライムテーマが生まれた瞬間っていうのは一体どんなものであったのか、その思い出をさらに聞いてみたいと思います。Und haben gebeten, er soll mir den Film nicht mehr vorspielen. Und trotz allem dem hat er gesagt, einmal noch.もう自分はフィルムを見たくないと、もうやめてくれと言ったんですって。そしたらそのキャロルさんが、じゃあもう一回だけ、最後にもう一回だけやってくる、それでやり直したそうです。その時にハリー・ライム出てきたんですね。Und wann haben Sie Harry Lime テーマ Ich konnte von diesem dritten Mann Melodie、yeah? konnte habe ich diese ersten drei Tage tar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 aschon jahrelang in meinen Kopf gehabt. その初めの三小節ですか、その今歌ったテーマというのはもう何年間も前に自分の頭の中にメロディーがあったと。完成された映画を見るだけではその影にこんな人間ドラマがあったとは本当に想像もできない。まあアントン・カラスにとっても生涯で最高の印象的な一瞬であったと思います。今日は実はスタジオには郡司さんのほか、このウィーンで学ばれたギタリスト岩宮博さんと、
それからスイス、オーストリー、ドイツでチタを学ばれてヨーロッパで演奏活動を続けていらっしゃいます日本チタ協会の会長の内藤俊子さんにもおいでを願っております。今夜このスタジオにおいでを願ったお三人はもう非常に羨ましいことに皆さんアントン・カラス自身にお会いになった方ばっかりなんですね。まず自己紹介の代わりにこのお二人にとってのこのアントン・カラスとの出会いをちょっとおしゃべりいただきたいと思うんですが、矢宮さんいかがでございますか。はい、私は音楽としては第三の男はレコードで聴いておりましたけど、取材で郡司さんのお手伝いでカラスの自宅へ行ってインタビューをした。それがカラスとの出会い、第三の男との出会いです。内藤さんにとってはどういう出会いだったわけですか。あのスイスの小さな町のレストランが開店するときにウィーンからカラスさんを呼びますよという小さな新聞広告に載ってあるのを見ましてね、うん、それで行きましたのが最初でしたけども、大変に素朴なあの本当に音楽家らしいというんではなくてむしろ職人さんという感じでとても好感を持てました。あ、そうですか、はい、じゃあもう日本からいらしたあなたにとっては大変あったかい存在になったわけですね。そうでしたね。ところで郡司さんね、はい、あなたがお書きになりましたこの滅びのチター詩、私は実はゲラの段階で最初に読ませていただいて、はい、もう本当にこれびっくりした。私たち映画評論家が映画の表面からも推測することもできないこの非常にドラマチックな、ね、激烈なやっぱ人間劇がこう展開している、でことに5本でだんだん読み進んでいくうちにいろんな真実が出てきて、はい、後半でこのあなたがアントン・カラスという名前にこう、はい、非常にこうこだわりを見せられた。そうですね、はい、英語読みにすれば K-A-R-A-S というスペルなんですけども、はいはい、この名前がですねオーストリア人の名前じゃないんじゃないかなということがきっかけだったんです。というのは私がウィーンに住んでました時にその大家さんというのがやはりチェコ系の、オーストリア人でして、まあ、いろんなカラスの話をした時にそれじゃ あのウィーンにおけるチェコ人の名前というその本があるから、はい、それを探してこいと、探して見つけてみなさいということになりまして、それで本屋を回って、その本探しましたらばですね、はい、カラスという意味はチェコの言葉でちじれ毛と髪の毛がしてある髪ちじれてるということを意味する言葉だったんですね、ですからこれはちょっとウィーンの人じゃないんじゃないかなということですね。はい、まあ、この第三の男に取りつかれてウィーンにいらした郡司さんとしてはその発見というのは大変なものであったわけでしょうけどね、はい、そうですね、やっぱり調べるとまたいろんな事実がこう出てくるわけですね。また出てくるんですね、それじゃあこのカラスっていうのはどういう職業だったのかなということを調べてみたときに、はい、まあ、彼のお父さんがメタルアルバイターって言いまして、まあ、日本語にすればその金属採掘師って言いますか、そういう職業だったんですね、でこの職業っていうのはどういうものかっていうヨーロッパではっきりも分かりますから、はい、それはやはり世襲制の職業で、どういう人が世襲できるかっていうとやっぱジプシーだったんですね、ジプシーの世襲の職業で、なるほど、それとマジャール人と、はい、ジプシーということがちょっと結びついて、はい、推測といいますか、出たわけですね。なるほど、はい、それで郡司さんどうなんですか、そのウィーンの実感では、はい、そういうこう、まあ、純正のゲルマンっていうかな、オーストリア人ではない、はい、そしてしかももしかするとそのジプシーの匂いもするというふうな、そうですね、そういう存在はこのウィーンの中ではどういうふうにこういえば心情的に扱われてるんですか。そうですね、やっぱりよそ者って言いますか、ちょっと俺たちとは違うんだよと、まあ、ヒトラーのゲルマン民族っていうのはありますけども、やはりそういったニュアンスで他の人たちはちょっとスラブ系は違うんだよっていうニュアンスいろいろありますね。はい、で郡司さん、第三の男で鳴っていたカラスの音楽自体になんかそんなマジュアル的なものをお感じになりますか。そうですね、それが映画の後半のシーンなんですけども、はい、ライムがですね、ハリー・ライムが、はい、国際警察から追われるシーンで、はい、例の地下道のあたりなんですけども、はいはい、それを待ち伏せしてるシーンがありましてですね、夜景で素晴らしいところ、はい、そこへ一人風船売りのおじさんが出てきまして、風船を、はい、その時に流れるメロディーがありましてですね、これを聞いた時にあれっていう感じしたんですよね。あなたすごいな、そうですか、それじゃあその例のその風船売りが現れるそこのところのアントン・カラスの音楽を聞いてみたいと思います。はい、